はい、お久しぶりです。どうも、スマと申します。今回、なおやっていこうと思うんですけど、はい。というわけで、今回は、ちょっと最近ね、もう全然動画、またね、この間のごとく上げれてなくて、育成キャンペーンになっちゃったわけですよ。終わらないまんま。ちょっとね、本当に、これもう全然なおも、ちょっとやれなくて、ちょっと見てください。この3643っていうのは、ちょっと広すぎるんで、しかも、これストーリーもね、石もらえないと思うんですよね。それすら多分読んでないと思うんで。解放すらできないよね。なんで、ちょっとさすがにこれは、やらなさすぎと、ちょっと気合い入れなきゃダメだぞと、自分に言い聞かせるつもりですね。で、あと、アニバーサリーライブは、本当はね、リアルタイムで見たかったんですけど、見逃し公演で、しっかり見てまいりました。というわけで、ちょっと今日はね、アニバーサリーライブの感想を言うとともに、ちょっとね、僕に自身のね、ちょっと怠っているとか、怠けている部分があるので、今回は、10ミスじし、今回は、10ミスした時点で、動画終了したいと思います。だから、僕自身としてはアニラのね、感想をいっぱい言いたいけど、でも簡単じゃないかっていうことで、今回は僕いつも普段10.5でやってるんですけど、11で、やらさせていただきたいと思います。壁ちゃんをなしにするとね、多分、終わると思うんですけど、なしにします。はい。ミスだからね。大丈夫、大丈夫。グレートでも OK なんで、学院長にしてね、はい、やります。というわけでね、曲はね、何をやっていくかっていうと、僕、昼公演見たんで、覚えてる範囲でやっていきたいと思います。てか、前回のこれでハートのまんまになってんで、しかも明日、あれですよね、24日から、魔法科高校の劣等生コラボ来ちゃうんですよね。ちょっと何も、石とか準備したいんですけど、大丈夫かね。はい、もう始まってるんで。じゃあ、アニマスギだけどね、感想とかも言っていこうかなと思います。もう、10ミスしたのはね、もう感想しといてください。編集で気づくと思うんですけど。基本的にもミスはしないと思うんですけど。ごめんなさい、アラーム鳴っちゃったんで、これ、なしでお願いします。今から10ミスね。今から10ミスした時点で終了。はい、というわけで。アニバーサリーライブちょっと、本当はね、リアルで見たかったんですけど、見逃し公演でね、僕は昼公演の方見ました。てか、まだね、見逃し公演、でも変えるのは昨日前なんでしたっけ？まだ見えるみたいなんで。てか、これさ、グッとも言える？グッと言えたら終わりか。ちょっと待って、やばいな、これ。普段11でやらない数喋りながらっていうので相当ちょっと難しいんですけど、しかもこれ編集でね、倍速にしてると思うんで、やばい。僕やっぱ720の曲、そんなに、やっぱこの7音でしかね、あんまやってないので、初めて2番を聴くっていう曲がね、かなり多くて、またライブも初めて、オンラインですけど、見ましたので、しかもすごいですよ。トレンドに半チャーハンっていうのが入ったらしくて、もう1万以上。そんなバズったんですかね。なんか、トレンドに入ったっていうのは聞いたんですけど、そんなに広まったってのはでかい。嬉しいですね。もう普通に。てか、半チャーハンっていう曲も 何にしてはね、本当にかけ離れてる。でも、いい曲っていうかね、もうすごい面白いなと思いましたけど。いやー、半チャーハン。ね、食べたくなりましたけどね。なんないですけど。キミアムーの次何でしたっけ？ちょっと覚えてないんですけど。何だったっけ？叫ぶしかない青春だった気がするんで、いきます。はい。多分3ミスぐらいしちゃったんだよな、2ミスとか。あと8ミスしかできないのね。でも言うて喋れるか。まだ簡単なんだよね、序盤。覚えてる限りでね、曲を振り返っていこう。やばい。ちょっと今のは、カウントに入れるけど、待って待って、やばい。本当にわざとじゃないか。一応、至って真剣にやってるんですけど、やっぱりこれ動画撮ってからが、本当に、動画撮る前何も練習しないが一発撮りなんだよ。てか、本当に7音やるのが久しぶりっていう。
まあ4連休はね、正直できたんですけど、まあまあまあ、ちょっと、まあ ごめんなさい。まあちょっと魔法科高校始まったら、ちょっともう気を引き締めていきます。はい、というわけで、まあ、兄が戻るんですけど、まあ一番は、久我丘さんの復帰ですよね。危ない。久我丘さん復帰ね、どういう形で登場するのかと思ったけど、なんか普通に登場で僕はちょっと、あれ、こんなあっさりしてていいんすかと思っちゃったけど、やばい、本当に終わっちゃいそうでごめんなさい。今のうちお別れを言っておかないといけないかもしれません。っていうので、ちょっと僕はまず、あ、やばい、本当にやばい。バットは、いけません。ミスだけにさせて。一応なんかすぐ終わっちゃいそうで怖い、本当に怖い。みんな、ちょっと久しぶりの動画なのに、10分とか7分ぐらいは持ちたいんですけど、ただ自分でちょっとカウントしたい、本当に終わったかもしれない。ちょっと、フォルどころじゃなくて、終わる前に感想を言っておかないといけない。やっぱ11がさ、ちょっと待って、感想だよね。ごめんごめん。何があるかな。まあ、4ですけど、ユニット別の曲とかね。まあ、半チャーハン、さっき言ったけど、半チャーハン以外ソフトクリームとかね、なんだっけ、タトゥーラブみたいな曲もありましたけど。やっぱでもインパクト強いのは半チャーハンですよね。僕も半チャーハンの、やっぱもうちょっと笑っちゃいましたね。ちょっと終わっちゃったかもしんないな、これ。危ない。はい。っていう感じで、まあそんな感じですね。あとは、なんだろう、計算中のブルーレイみたいので、ファンシロファンが、まあ、出てきたくだりとかもありましたけど。あとはね、もうシンプルに普通にもうメンバーのね、まあ、踊りながら歌うっていうのは、なかなか難しいと思うんで、そこの練習してきた部分を楽しませてもらいました。僕としては。なんだろう。何あるかな？何やったっけ、次。ちょ、ごめん。イダテン娘最後にやったの覚えてるんですけど、ロマンスもやったの覚えてる。順番まで覚えてない。むずいだっけ？ちょっと覚えてないですけど、ちょっと覚えてないんで、覚えたいんで地下鉄やります。はい。地下鉄で殺しにかかります。はい。ちょっと、本当に死なないように頑張ります、皆さん。はい。っていう感じですね。まあ、なんか、でも、なんかね、一瞬っていうか、やっぱ、まあ、現地で見てたら多分わかんないんでしょうけど。でもこれ、現地で見てる人もさ、現地で見た人も、